こんにちは、野口浩太です。そしてこんにちは、フルートの一壁美香子です。はい、今カメラには映ってませんが、もう一人チェロの杉田和義くんです。元気ですか？はい、3人でお送りします。気持ちはね、はい、ですね、今年8月12日に横浜市港北区港北公会堂というホールでコンサートをします。イエーイ。どんなコンサートかと言いますと、発起人の壁ちゃんからお願いします。はい、このコンサートは0歳の方、未就学児の方、発達障害、知的障害をお持ちの方、そしてその保護者の方、そしてそういった方が来てくださることをご了承の上で来てくださる大人の方、オールオッケーのボーダレスコンサートです。オッケーなんです。ねえ、すごいですね。はい、太っ腹。はい、というのも、彼女自身、壁ちゃん自身が今2人のお子さんを育てていらっしゃってて、そのお二人とも発達障害の診断があるということで、まあ、そういう子育てをしている中で、もっとこうだったらいいのになっていろんなところで思うと。で、そういったことをコンサートの場でもこの反映させて、こうよりみんながこうハッピーに音楽に触れられるような場所を作りたいってことなんだよね。そこら辺の思いを伝えてください。はい、2人子供がいまして、2人とも、発達障害、自閉症の診断があります。で、そう、この子供2人連れてご外出かけるんですけどもね、大変なんですよ。ごちゃ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 して大変なんですけれども、今ね、2人ともコンサートが大好きなんですよ。お、うん、なんでかっていうと、やっぱりその何回も行ってね、練習してきたんですけれども、やっぱりその練習が必要なんですよね。で、いざ連れて行ってみても、片方こう床で寝たりとか、ぐる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 回ったりとか、椅子も乗って座って乗って座ったりとかしちゃうんですけれども、実際に彼女が2人を連れてこうお出かけしてるところとかも何度も見てるし、ここにもね来たりとかしててもう見てるから、まあすごい頑張ってますよ、亀ちゃん。ありがとうございます。うん、なんですけれども、もっとね、そういうことが起こっても大丈夫なコンサートがあったらいいなと思ったことがきっかけなんですよね。で、それを繰り返していくうちに、あ、こういう風に楽しめばいいんだっていうのが本人たちも分かってきて、今まではもう大好きなんですよね。すごいよね。うん、なんかそういう場所、経験をさせてったってことだよね。そうですね。うんうん、まあ、そういった中でこのコンサートをやるにあたって、まあ、普通のコンサートとは違う点がいくつかあります。その点についても皆さんにお伝えください。はい、で、このボーダレスコンサートにするためにいくつか工夫があります。まずですね、0歳の方 OK にしているので、おむつ替えや授乳に使えるためのお部屋を用意してあります。そして、もう私とかも忙しいお母さんの特にそうなんですけども、プログラムノートの冊子を、ね、渡されても、ね、子供がいるから読めないんですよ。もうちょっとこっちに、ね、目をこう持っていけないんですよね。なので、当日配布物はありませんの、プログラムも事前にですね、インターネット上で公開の形を取ります。だから子供だけじゃなくて、やっぱり一緒に大人も楽しんでもらいたいっていうのが基本のコンセプトだから、やっぱり子供だけだったらね、そのプログラムを読めなくったってね、その場の雰囲気をこう音楽を通して楽しんでもらえばいいけども、やっぱりこの連れてきてくれるお母さんたちも一緒に楽しみましょうよっていう、そういう思いですね。そうですね。はい、で、この活動を、この工夫を取り入れてから、実はその私たち音楽家が今までしてこなかっただけで、大人の人でもね、当日に渡されるより前から読みたかったって人が結構いるってことが分かったんですよね。うんうん、だから、まあ事前にこの公開しますよということです。はい、そして事前に公開のさらになる投稿なんですけれども、うん、SNS にて楽曲の練習風景や解説を投稿しています。はい、そうですね。これはなかなか面白いですよね。これが大変なんですけどね。公式の、このコンサート公式のインスタアカウントで主にやっていて、はい、まあ、あとはそれぞれの個人のアカウントでもちょっとずつ、まあ、このコンサートにまつわることっていうのを、まあ、発信してますね。はい、うん、あらかじめ曲を知っていると当日もっとより楽しめたり、あ、この曲のここの部分が好きだなっていうのがもうできていると、もう本当にこうそのコンサート全体が楽しくなると思うんですよね。うん、それとか、どういう場所にあるかですとか、ちょっとした情報ですとか、その日の様子なんかも投稿してます。あとね、お子さんにとってこの初めてっていうのがなかなか難しいってなった場合に、ね、これは曲とか場所だけのことじゃなくて、人
ね、だから事前に僕たち顔出ししてるから、そう、ね、そう顔を見てもらってあこの人なんだってちょっと認知しておいてもらうことでより当日のこの穏やかにこう楽しめるというかもうガードを少しでも取っ払って状態でさあ音楽始めようぜみたいなことができるってそんな気持ちもあってやっています、はい、そしてとても珍しいのが597席という大きな会場なんですけども500席で販売を終了します。はい、ということ満席にしないよっていうことなんだよね。あのこれどういうことかっていうとやっぱりこれ少しでもこの余裕があるスペースの方がやっぱりお子さんがいっぱいいる中でいろいろと都合がいいだろうということで、分かります？約100席分すごいですよね。すごい珍しいと思っちゃうこれ。計算してみてくださいよ。そうすごいんだから3000円かけるね。そうでもやっぱりあの僕たちのその思いとしてやっぱりこのみんなで楽しめるっていうことをこう一番大事にしたときにやっぱりこれは客席を減らすしかないねということでそういうふうにしましたね、はい、うん、ということでそんなコンサートなんですけどこれどこからチケットとか申し込みできますか。はい、もうカンフィティでですね発売をしておりまして、カンフィティのサイトでとても賑やかなコンサートで検索していただくと販売のページまでたどり着くことができます、うん、チケット販売サービスの、ね、サイトがあるんですけども、はい、そのリンク説明欄にも貼っておきます。それからこのにぎこんのインスタのアカウントのリンクも貼っておきますので、うん、ぜひぜひ皆さんフォローしてください。まあ、8月12日というとねお盆休み真っ只中ということ で、ね、まあ、旅行にはちょっと行けないけど、うん、ちょっとコンサートを楽しもうかなとか逆に こっち東京とか横浜に、ねね、遊びにねそう来る人はこのこれもコースの中に組み込んだらいかがです？絶対楽しいですよ ね、 ねなんか東京タワーそしてコンサートみたいなね横浜みたいなコンサートみたいな、ね、ぜひ堪能しながらコンサートいいですね。はい、ぜひぜひお待ちしております。お待ちしております。はい、それではまた会場でお会いしましょう。バイバイ。